さあ準備の方もできましたので、いいですか、はい、でお願いします、はいはい、ではですね、今日はもうせっかくのバーバトル初紹介というところで、はい、ちょっとボス戦でボス戦その後でお見せしようかな。ボス戦ですか、いきなりやってんじゃんですか、はい、もうここの部分はもう怒られて も何も、こちらが責任取りますので、おー、はい、まあ、主に怒るの僕なんですけどねなんで出すねん先にみたいなまあまあ、でもここはね、もうちゃんとしっかり出てる部分も含まれてますので、はい、まあ、結構いろんな場所に未開の地とかに探索調査に行ったりするので、そこでちょっとこういう危険なモンスターとなんかうなりましたよ、なんか強い強い、やばいのが来るぞ、やばいのが、やばいのが来る、あ、そんなこと腹に言われたらもう変に前でもテンション静かに伝えてみます。皆さん失礼しました大丈夫です大丈夫です、エスカとリエーションで会話できますよ、できるできる、そこは一人でかいよ、なんか、おー、でも色が綺麗ですね、そうですね、この辺りも、まあ、モンスターのモデルも、ね、イラストレーターさんに書いていただいたのを使っていますので、まあ、基本的なゲームのシステムをちょっと簡単に紹介させていただきますと、まあ、今回最大6人が戦闘に参加しまして、それで、まあ、立ち乱れという形で前衛と後衛が交代しながら戦闘するというシステム、これまでは3人でしたよね、そうですね、3人だったの一気に倍、そうですね、前衛3人だけだったのが後ろの6人が、3人が追加されて6人で戦闘できるような形になっています。基本的なゲームのシステムは前作のアーシャのアトリエ踏襲してまして、コストターンバトルという行動によって、まあ、こういう行動する上の矢印のところですね、はい、どの行動コストが高いものを使うと後ろの番に回されてしまう、なるほど、なので、この並び順をきちんと把握して、どの順番で戦うかとかも結構戦略性に、すごい、これ見た目で矢印とか出てもう分かりやすくていいですね、上に大きな表示で、そうですね、基本的には行動する前にある程度分かるようになっていますので、攻撃めっちゃ派手ですね、で、もう一個重要な内容としまして、はい、このサポートという仕組みがあって、攻撃された時にそのキャラクターをかばって行動したりですとか、かっこいい、逆にあとこっちが攻撃した時にその後ろに追撃して連続で攻撃するといった、そういったことが可能になってます。でそれも最大で6人の方で連携ができるような、6人立て続けに攻撃もできる、そうですね、もう今右下に表示されてるゲージが、あるんですけど、これを6個サポートの数ですね、はい、そうですね、これがある回数分連続で行動できますので、じゃあルージーさん今0なんですか、はい、1になった、これが溜まっていくといろんな連携ができるようになるという形で、どうやったら溜まるんですか、基本はですね、なんか行動するたびに溜まるんですけど、一番溜まるのがアイテムを使うと一気に溜まるっていうことで、やっぱりアイテムってすごくこのゲームのメインなので、そういった意味でもアドバンテージになるように使われて、よりどんどんアイテムを使って、どんどんゲージを溜めてガンガン攻撃してくださいという作りになってますね、強いね、このままどんどん攻撃をいろいろお見せしたいと思うので、ちょっとキャラクターを交代とかも使ってみましょう、見たいです、見たいです、あとはよろしく、よろしくって言った、あ、ということでルシルですね、後輩のルシルが出てきますね、まあ、このキャラは基本的に、まあ、見た目同様回復系のキャラなんですけど、あ、いい、出してください、かわいい、まあ、こんな感じで戦闘演出も、まあ、前作からさらに演出強化してグレードアップしてますね、はい、かなり結構痛いダメージがありますね。で後輩に守らせる。ああ、そうだ、ルシルちゃん、逃げていいんだよ。こんな感じで結構戦っているとなかなかゲージがサポート行動するたびにちょっと減ってくるんで、それをうまくいかに貯めて大技で決めるかみたいなシステムがあってます。個人的にはこうロジーの戦う姿をこうぜひ、そうですね、ちょっとそこはじっくり見たいなと思うんですけど、これまでアトリエの主人公はまあエスカタイプの杖を持ってアイテムを使うっていうパターンでしたけど、剣を持ってる主人公っていうのがなかったんで、そうか、
あとそうですね、そろそろちょっとゲージもたまったので、もう一つあの2人ダブル主人公の、まあ、ちょっと今回の大技であるダブルドローというものを、ダブルドローですか。これはですね、まあゲーム中で あるところまで進むと、あるイベントがあった後にあのエスカとロジーが2人であのアイテムを連続で使うということで、大きなあの大ダメージを与える技を使えるとようになるということ で結構これがですね、あの連携と組み合わさってさらにダメージがどんどん上がっていく仕組みになっているんですね。こんな感じでどんどん順番に連携を重ねていくと、おおすごいすごいすごい、そして最後にこういう感じで大技が発生する。かっこいい。まあ、今アイテムがちょっと弱かったんで最後のダメージあまり上がらなかったんですけれど、しっかり使うともっと大ダメージを出せるような、結構倍率ドンドンドンみたいな感じですかね。結構これが戦闘ではあのかなり大きなあの肝になってくるので、このあたりをぜひあの活用してすれば普通は倒せないようなボスとかも簡単に倒せちゃう感じですね。やっぱ6人になったっていうのはでかいですよね。そうですね。そう、これまではやっぱり人数が少なくて、その攻撃繰り出せる攻撃自体がやっぱ狭まってしまうっていうのがあったんですけど、6人ねいれば、あこの敵にはこういう攻撃がいいとかっていうのをすぐに入れ替えたりとかして、選べます。それでうまく使うことで、あの本当にピンチを出したりとか大ダメージを与えられるとか、そういったあの遊び方もできるので、ぜひそのあたりを楽しんでいただきたい。アーシャの時にあったあのその位置の概念とかっていうのも今回も継続して、そうですね、はい、一応それもあったりするので、あのそのあたりも、あ、しかも読みしてしまったちょっとあのピンチになってくると、あ、そうなんですね。こんな感じで、まあ、あの戦闘の方が必要になっていますので、必ず戦闘演出はかっこいいですね。大丈夫です大丈夫です、なんとかなります。いけちゃいます。さすがロジーさん。お、きたー、なんこれ。ロジーさんなんか腕にねかっこいいのつけてるんですよ。なんか搭載してるんですよ。なんかこうふわーってこう掲げるんです。今爪みたいのが出たね。あ、出ました。あ、見逃してしまった。そう、なんかね、手袋に錬金術の相手もパチンとはめるんですよ。ちょっとそういう演出とかもあって、はい、もうどんだけかっこよさを追求しようっていうんですかね。まあ、でも基本的にはあのテンポの方もあの非常に重視してあの演出を作ってますので、まあこんな感じで、まあボス戦は結構長くあの遊ぶようになってるんですけれど、あのそれ以外のまあ普通の戦闘ではあのサクサクと遊べるようなバランスを目指してますので、はい、素晴らしいですね。いいわ本当に。はーい、これ実際なんてゲームしてこの映像ですもんね。そうですね、本当になんて今結構撮影用にバランスあの結構弱めに設定したあのデータ、今ので弱いんです、はい、あくまでもこれはこの撮影用のボス、ね、はい、という形なので、なるほど、じゃああれがラスボスじゃないですよみたいな。なるほど、なるほど、本当強い。そうですね、でもあのちゃんとアイテムを作り込んで戦えば、ああいう今のボスもあの本当に一瞬で倒せるので、そうなんですか、はい、すもうあれですよね、あの今回もこうやり込み系のボスというか、そうですね、いわゆるストーリーのボスよりも強いボスっていっぱいいる感じですかね。僕ちょっと前にメルルプラスっていうゲームの調整をしてたので、ちょっと今回はやりすぎちゃったかもしれない岡村さんね、基本ね、いつもね、聞くたんびにやりすぎてるんですよ。すいません、ちょっと、まあ、でも当然そこはクリアするための部分とは全く別なので、ここは要はやり込んだユーザーさん向けの、あの楽しめる要素ということを利用してますので、はい、あの個人的なこう感覚として、はい、メルルプラスの時よりも歯ごたえがあるぐらいまでやっちゃいました。そうですよねやっちゃったこの人ひどいんですよ。ひどいですか。あんだけね、いろんなね優しいところとかね作ってるけど、作り込みの部分はね多分相当ド S だと思うんですよね、まあ、そこはやっぱりそれを楽しんでいただけるユーザーさんがいるので、どうしてもこちらもそれに応えたくなってしまうというところが、答えすぎちゃうんだね。ちょっと答えどうしても答えすぎちゃうまたね、ユーザーさんもあのそれによし来たって言って答えちゃうもんだから、どんどんね青天井方式に上がっていくんだよね、はい、
すいません。じゃあ いい関係ですね皆さん。いい関係。おかげさまで。なるほど。はい、美しい感じにまとめられました。ちょっといい、あの石川さんいなくなってちょっと村川さん いいところを持ってきました。やったーやったぞー。素晴らしい、いいと思います。頑張るぞー。はい、はい、という感じでですね、いね、まあ、そんなわけで、はい、ちょっとじゃあせっかくですし村川さん先頭やってみましょうか。いいんですか、私も。いやいやいや、もうやったー、おめでとう。で結構 RPG は普通に遊ばれるんですか。もう RPG 大好きです、私。ちょっとそれ、普通の RPG とアトリエ の戦闘がどう違うか。おちょっとかしこまりました。はい、かしこまりました。私やってみたいと思います。お願いします。じゃあ頑張るぞ。すいません、石川くん帰ってきた。石川くん早く20歳を超えてください。石川くんが20歳になるまで僕らが待てるかどうかが最大の問題点です。そう、テンションがこう、ね、持ってかれる感じが、すいません、なんかすごい体温が上がってくる感じです。じゃあ、まあ、準備できたらいいので、まあ、ね、あ、分かりました。ぜひやっちゃうぞ、やってください。やっちゃうぞ。まず丸ボタンを押して、丸ボタンを押して、はい、はい、始まります。おっ、自分たちに負けないように。ちょっと、まあ、その今ダンジョンといいますか、はい、この場所をどんどん進んでいって、はい、敵とかもいますので、バツボタンでジャンプもできるんです。で、四角ボタンで杖が振れるので、なんですって、振るとなかなか素敵な声で、すごい気合入った声で、ね、何もいないところでウォリャー言うてる。またエスカに不釣り合いな場所ですね。だいぶちょっと雰囲気がいい場所ですけど、三角は何かありますか。三角がメニューなので、あ、メニューでした。まま、あ、失礼いたしました。すみません、左の方に行っていただくと、あ、なんかいますよ。え、なんだなんだ、うわー、襲ってきた、襲ってきた。ちょっとそれ杖で振って攻撃すれば、戦闘に入りましたね。はい、ちょっとあの自由に戦ってみてください。わかりました。よし、頑張るぞ。逃げる。いや、逃げない。戦いますとも。すごい、敵の子もじもじしてて可愛いですね、なんかね。結構ね、あの小さいあのモンスターは可愛らしいのもいたり。そうですね、なんか意外と雰囲気に合った。あ、え、サポート、よし、やった、リンク、やった、いきなり連携です。やったー、成功。やった、成功。今ね、ボタン適当に押してるんですけど。あ、やった、まあ、それでもね、全然かわいい。すごいですね。やったちゃんと結構戦闘できてます。なんか全てのボタンをただ押してるだけなのに、今美しい攻撃が出たんで、これはなかなか理想的なプレイ。あ、本当ですか、やりましたー。まあ、でもあれですよね、今みたいにやるとサポートのゲージがなくなって、あー、しまった。ちょっとピンチになる。なるほど、はい、じゃあジレインさんにはスキルをつけてみよう。で、ヒットポイントの残りも見えるので、まあ、少なくなったやつから攻撃していけばどんどん、まあ、敵を倒していける。なるほど、敵が倒れてもゲージが増えたりするんですね。なんで、どんどん有利な感じで進めるまあ、なるので、そのあたりを考えてプレイすると、何気にね、やっぱエスカロジー以外のキャラの行動もね、見れるのはなかなかないですから、もう完全に初めてなのでこの場でご紹介するのが、大人のお姉さんはかっこいいですね。かっこいいですね。あとマントがまたいいですね。マントというかコート、コートかな、何かな、生きてる。ロジーさんにこうサポートしてもらうっていうのがちょっとキュンキュン、ね、守られてるから。ちょっと今エスカちゃんサポートしてもらったんですけど、やったね思いましたもんね。キュンキュンじゃねえ。そのテンションなんだ。嬉しかったです。嬉しかったです。良かったです。それはもう。これで調整しよう。あ、でもこっち。あ、また。場所によってもね、やっぱあの。ほら、無理いけ。たくさんね、あの範囲に入ってれば一気にまとめて。おお。すごい。なんだよ。結構なんかね、サッカーもできるんじゃないですか。本当だね。すごい。ロジーさん。あの足元で絶対爆発しますわ。さすがにイケメン補正は違いますね。今までアトリエだとあの主人公投げて使うが定番だったり、うんうん、やっぱりせっかくロジ君かっこいいので、あのいろんなパターンでアイテムを使わせてみようということで、あのような演出になっております。
本当ね、あのイケメンじゃなければあの場で爆発します。そうですね、ちょっと回避率、うわ抜けないトゲ、これだ、あいいね、ほら言った、これみんなできますね、いけー、範囲もやっぱ分かりやすいですよね。そうですね、分かりやすい。まあなんか年やばい、待って、ルディさんこれ一応これ一応雑魚戦なんですけど、そうなんだ、大きいか、ね、サポートサポート、あまたルディさんに来てもらえた、かっこいい、やったやった、このテンションだとちょっとボス戦はかなり消耗しそうな感じがあのアトリエってアクションゲームでしたっけ、ちょっとものすごくハードの中で見ているような、あ交換しよう、交換できるんだ、交代でいつでも交代、はい、交代できる、あかっこいい、素敵、これでレイファーというガンマが出てきます。レイファーさんかっこいい、本当はあの 3D モデルの細かいパーツのところまでしっかり質感があるんです、すごいですね、もうそのあたりは本当にフライツートさん様様ということで、我々は何もしていないので、何もしていない、いやいやいや何もしていないというのは嘘になる、はい、でもダブルドローとか表示が出てますよ、いきます、今じゃあどうですか、よしよしよし、どれがいいですか、どれなんですか、数字が1のやつを使って、数字が1のやつ、これだ、あ数字が1のやつ、あよしこれです、いっちゃえ、よし来たー、じー三角、三角、出た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 、爪、もう出た、取れた、やった、わーすごい、ロジーさん強いわ、ちょっとダブルドローを見せようとしたら強すぎたですね、喜んでた、喜んでましたね、やった、うお決めポーズ、決まってます、毎回ね、レベルアップはね、それぞれ決めポーズがあるんですけど、決まってるな、みんな、皆さん今回もかっこいいですね、そのあたりもかなり、なんか手に入りました、おあの敵を倒すとまたそれで素材が手に入る、あやった、それを使ってまた調合を頑張る、そういうこともできる、へー、これで OK、なんか星つきました、あえ星ついたの、ね、今の星は、まあ、あの課題というシステムがあってですね、先ほどちょっと簡単に説明しました、あの何ヶ月ごとにやることがいろいろ提示されるっていう、何でしたっけ、壊れちゃったからちょっと大丈夫ですよ、繰り返し説明します、すいません、まあ、いろいろやることが提示されるので、それをあのその何ヶ月の間にクリアしていきますという、まあ、そういうお題がちゃんと明示されているので、初心者の人もそれをクリアしていけば進められるような、結構ねあの細かく、さっきも調合をしなきゃいけないとかありましたけど、戦闘もここのエリアの敵を全部倒せとか細かいあの目標があって、それをやるだけでもあのクリアした感じが少しずつ前に進んでいく感じがするんで、これ移動はどういうことですか、移動するんですか、移動すると場所が変わるんですけど、そう敵の後ろに回り込んだりとか、そういうところでもちょっと、そうするとダメージが上がったりとかですね、まあボーナスが発生するようなのもあるんです、なるほど、でも今いい感じですよね、三角形で、あ本当だね、でもあのフェンダーはアーシャはあの4箇所あったのでちょっとあの複雑だったんですけれど、だいぶこれで3箇所になったおかげで、まあ、メリットが増えて、あまりそこまで悩まずに遊べるぐらいになってますので、またはい、そのキャラの近くに行くとあのそのキャラのサポートしやすかったりとかっていうのもありましたけど、前回はあと、まあ、前回は あったんですけど、そこら辺も今回そこら辺も今回分かりやすいシンプルにしてしまったので、なるほど、はい、じゃあ、基本的にはもう恩恵しかないような形で、あ分かりやすくなってますね、はい、使っちゃえ、そうですね、その一番その1ってなってやったと、あ、わかりました、すごい強いです、これすごそう、まあ、結構今回のアイテムは本当にこれぐらいのアイテムも存在するということで、まあ、ちょっとその参考にしていただければ、うわいい、結構いいダメージが、かなり後半アイテムではないんですか、あれは、これはまあ結構後半、まあ、それなりに、ただ今のも相当全然強化してないアイテムなので、もうじゃあさっきの調合でより、ねまあ、強いものにしていくと、あの今3桁ダメージだったのがまあ4桁になったりとか、3桁か4桁って相当ですよ、5桁になったりってことも5桁するんですけど、やったー、やった、上手になってるでしょ、だいぶもう慣れますが、もういつでもちょっとこれプレイ、まだ成長の余地がある、やったやった、小川さんがもうプレイ動画とかちょっとやっちゃう、やりたいです、見たい見たい、そうコメンタリー付きでぜひ、聞きたいです、でもね、あの初めてプレイしてこんだけね、あの結構やっぱ RPG やってらっしゃると思うので、そうですね、一つ掴むのが早いですね、じゃあ
ちょっとまあこの辺で、あ、続きはまた。もっとやりたい。そうですね。やっぱそれが重要よ。もっとやりたいっていうのが。そうかそうですよね。そうだよ。あ、やりたいな。わあ。やりたそうだな。めちゃくちゃやりたそうですね。いや本当にちょっとそこまで楽しんでいただけるとこちらもすごくありがたいです。やりたい。やりたい。モリエーションのコメントはどうですか、実際やってみて。やりたいばっかりです。いや楽しかったです。やっぱりうんうん、なんかキャラクターが動いてるのもすごい綺麗なので、うん、見ていてすごく楽しいですし、はい、いろんなのが見たいと思います。そちらの攻撃も見たいですし、なんか、そうですね、勝つだけじゃなくて、うん、なんかみんなのなんかいろんな動作を見たいってなってしまって、いろいろ見たくなります。そうですね、前作までだと、うん、やっぱりパーティーキャラクターって7人ぐらいいたんですけれど、一度にパーティーに入れられるのが、まあ、主人公とそこの2人っていう3人しか入れられなかったですね。やっぱりそうするといろんなキャラクター使いたいんだけど、使えるキャラクターが限られちゃって、なかなかもどかしいと言いますか。でそれが今回は最大6人一緒に戦闘に参加できるので、すごくそのあたりはたくさん、まあ、いろんなキャラクター使って楽しんでいただけるようなものになっていると思いますので、ぜひ本当に自分の好きなキャラクターを使って楽しんでいただきたいです。特にね、サポート攻撃とかサポート防御ってやっぱりキャラのね組み合わせでちょっと見たかったりするじゃないですか。エスカを守るロジも見たいし、たいルシドを守るロジも見たいし、逆にねスレイヤーさんを守るロジっていう見たいですね。見たいじゃないですか、うん、そういうのをね いくらでもこう試せるっていうのは6人パーティーの恩恵ですよね。やっぱりちょっと一人だけどうしても控えになっちゃうのかも、うん、かもいいんですか、言ってもすいません。じゃあ皆さん、ちょっと口が滑っちゃったな。そうですよね。僕もちょっと今ドキドキしました。ね、バトルがねかなり白熱したのでね、こっちもテンション上がっちゃいましたね。はい、ということで、はい、ちょっとまったりしましょう。はい、あ、そうですね。ということで続いては歩いて覗く黄昏の世界コーナーでございます。ですね、割とキャラクターを中心に見てきたんですけども、はい、このゲームやっぱり背景とかもすごく綺麗なんですね。まあ、皆さんちょっともうご気づきだと思うんですけども、そのあたりをいろいろと見せてもらおうと思います。はい、その前にですね、今作といいますか、いわゆるアーシャから続く黄昏シリーズの世界観というものを、まあ、ちょっと分かりにくいかな、黄昏って言っても分かりにくいかなと思うんで、ぜひちょっと岡村さんから軽くご説明をいただきたいなと思うんですが、はい、そうですね、はい、まあ簡単に説明させていただきますと、まあ、今回のその黄昏シリーズなんですが、まあ、それまでのアトリエシリーズって結構きらびやかなイメージの、タイトルシリーズが多かったんですけども、今回はその黄昏の世界ということで、ちょっと終幕を迎えるような世界だったり、ちょっと滅びの時が近づいているような世界というのをテーマに、結構シックといいますか、落ち着いたビジュアルで、そういった崩壊感といいますか、というものを黄昏感ということで読んで、ビジュアルのイメージとして統一しているんですが、まあ、そういったところで結構ビジュアルとしては落ち着いた色合いなんですけれども、やはり他にの今までのアトリエにないような雰囲気というものを目指して作っているので、そのあたりすごく楽しんというか感じていただければなと。完全に終わっちゃってる世界ではなくて、そうですね、なんか滅びがちょっとずつ近づいている、そうですね、近づいていると。でその中でもやっぱりそこに暮らしている人たちは、まあ、普通に日常生活があって、で当然夢とかもあったりして、うん、そういったものを描いていくようなところで、アトリエというところの根本というか基本部分は、うん、ちゃんと踏襲しているかなと思っているんですが、はい、なるほどね。結構まあ、アトリエっていうと、物を作るっていうのもあるんですけど、主人公はこう前向きな希望に満ちた感じのキャラクター、はい、確かにエスカもね、はい、もう前向き、これ以上ないぐらい前向きな感じがすごくしますけども、っていうところで、それに対してこう黄昏っていう終わりに近づく世界っていうののミスマッチがこう、そうですね、雰囲気に出てるのが、でもやっぱり普通に考えた時に、うん、まあ、世界がその終わりに近づいていようがいまいが、まあ、それの世界で生きている人たちは当然、まあ、なんというか前向きに生きていると思うので、うん、やっぱりそういったところって結構海外とかのゲームだとすごく世紀末感というか終末感強いタイトルとかもありますけど、やっぱり日本人というか我々の考えるものはもうちょっと
温かい世界なのかなというところで、RPG 的な話をすると、はい、週末に向かうそこに冒険者がいるっていうと、はい、もう世界を救うぞ魔王と戦うぞウォーみたいなものを感じるんですけど、まあすね、アトリエってちょっとまたニュアンスが違いますよね。ちょっとそことはニュアンスが違って、やっぱりそれよりはもう少しあの、まあ、等身大といいますか、うん、あのコンパ、まあ、小さなあのところで のストーリーを書いて、うん、まあ、そこであの起きる出来事っていうのをあの細かく掘り下げていきたいと思っているので、本当にそういったところはあの昔のアトリエともあの大きく変わっていないのかなと思っているんですね、まあ、難しい話もね、はい、あれなんで、ね、せっかくですからそんな話を聞きつつの、はい、ちょっとビジュアル的なところも見てみたい、お見せしていきましょう。ではもう準備のところできているようなので、はい、はい、お願いします。はい、まあ、ということで、まあ、先ほどの、まあ、アトリエから始まるんですけれども、まあ、あのワールドマップという形で、まあ、先ほど言った森のような場所も含めて、あの、まあ、いろんなところにあの行けるようになっています。はい、ここのシステムはまあ前作までというかアトリエシリーズ共通のワールドマップ、ね、あの行く場所を選択してそこに行ってあの、まあ、探索したり、あの素材材料を集めたりとか敵を倒したりということをする、うん、場所を移動するだけで1日経ったり2日経ったりみたいな、あ、書いてありましたね、なんか3日かかる、今回はあの 外がですね、移動した時にかかる日数っていうのが、結構あの固定的になっていまして、ワールドマップから移動さえしてしまえばあのこのエリアというマップでは、あの時間がかからないようになっています。ああ、そうなんですか。それはいいですね。もう時間がかかる場所も結構あの固定的といいますか分かりやすく変わっているので、すいません下手くそですよこれあれですよね、あの自分のレベルが高いと、はい、ああやって剣を振ったりとか杖を振るだけで雑魚は倒すじゃないですかね。だから弱い敵とは戦わなくて済むんですね。とかあと樽も壊せるようになったりする。樽が壊されたただ樽としてつけるだけではないそれだけではない。あと、まあ、先ほどからある、まあ、カメラのズームも今回ちょっと実装していますので、まあ、そういったところでもあのちょっとよりキャラクターやモデルをアップしてあの、まあ、見ていただけるかな。最初ポイントのエフェクトも綺麗ですね。本当ですね、キラキラしてる、まあ、あのこういったちょっとあの暗い雰囲気の森があったりですとか、まあ、他にもあのちょっとあの綺麗な感じのそうだったら今ちょっと気球が出てましたけど、チラリと、はい、重要なものが見えましたけど、結構ワールドマップとか移動範囲は広いですかね。そうですね、やっぱりあのいろんな場所に行ってあの探索をするという形になっているので、なんかマップの奥行きというか作り込みがなんか前作にも増してすごくなってる気がするんですけど、ね、ありがとうございます。まあ、この辺りはやっぱりエンジンが変わったというところが一番大きいところですかね。だいぶ基本的なところが進化していますので、なんか今コメントで左のゲージ何ですかっていうコメントが、これはまたいいところにちょっと目をつけました。さすが、さすがです、さすが錬金術師。これはですね、ちょっと次のそうなんですタイミングでご紹介を、はい、まあ、ただ非常にこの辺りあの重要な探索中にいろいろなことができる要素になっていますので、ぜひ、はい、電撃プレイステーションにうまい具合につなげました、ね、5月16日の電撃プレイステーションその辺のシステム紹介とかも出てるかなみたいな。そうですね、ちょっとぜひ見ていただければなと思います。こんなに自由に動けるんだと思って、それにしちゃう、なんか結構何もないところでジャンプしたくなってしまう。なんか無意味に歩き回りたくなる感じがしますね。とにかくずっと影が綺麗で、あ、人の影もなんですけど、そうですよね、はい、ちゃんと影になってる、めちゃくちゃ綺麗なの、はい、意外とこの辺は本当にだいぶ 前回から修正といいますか改善しているところですので、結構やっぱりまあ、先ほど言ってた黄昏っていう感じで夕暮れ時のようなライティングだったり、そういった場所が結構多くなっているというのはありますね。まあ、
そのように本当に徐々に、まあ、行ける場所というのも物語が進んでいくと、増えていきますので、今回は探索のしがいがありますね。こういうちょっと、そう奥行きがすごいんですよ、今回。本当ですね、本当だ、奥の奥まで、こういう部分もあったりですね、結構いろんな、まあ、場所が用意されているのでバリエーション豊かに楽しんでいただけるすごい面白いのは世界観が割とこうなんか黄昏で柔らかい感じなのに敵キャラがこうカラフルっていうかはっきりしてるのが面白いですね。結構そうですね、一定の、まあ、カラーの、まあ、特徴といいますか位置づけはあるんですけれどもやっぱそこの部分はある程度なんでしょう分かりやすさっていうものときちんと同居できるような色合いを目指してイラストレーターさんには描いていただいているので未知の生物っていうかね、すごい感じがすごい出てる。基本的にはこの辺りまあ、アトリエシリーズとしての基本の部分はちゃんと踏襲してさらにより楽しめるものというのを目指していますので、はい、ぜひ実際に、まあ、遊んでいただいて、まあ、どういうようなものになっているのかを体験していただければなと、すごいですね。いやこれはかなりそれぞれバトルがここで、ね、奥に行けば行くほどいろんなものがあるっていうふうに思うとこうワクワク感がかなり止まらないですね。そうですね、どんどん先進